ちらが第1問の、問題となっております。対数の不等式になってますので、数2からの出題となってますね。まあ、対数の問題に関して一番最初にすべきことというと、進数条件ですね。進数の部分が正になるっていう条件がありますので、こちらを最初にですね、忘れずに、進数条件を求めていただいて、その後ですね、この不等式を解いていくっていう流れになります。それでは解説のを行っていきます。まず進数条件ですね。両方とも進数の方を確認しますと、進数条件の方が、こちらの方が 2x ですね。進数条件でこの 2x がまず正ですね。もう一つですね、こちらの x2 乗マイナス 2x プラス3も同じく正になります。でこちらの方はですね、 x が正で、こちらなんですけれども、x2 乗マイナス 2x プラス3はですね、こちら、固定式にしてしまうと、あれ解が出てこないなって形になってしまうんですけど、これ、実際にですね、こういう形なんですね。つまり、x マイナス1の2乗プラス2ということで、まあ、この値自体がですね、0よりかもともと大きいんですね。ですので、x に何を入れても、この値っていうのは正になるというふうな形ですので、まあ、こちらに関しては x にですね、条件はありません。これはもともと、0よりか大きくなるので。つまり、ここからですね、求められるのは、進数条件より、x は正ということですね。はい。こちらが、進数条件となります。はい、続きまして、この不等式の、問題ですね。まず、定が、注目すべきなのはここですね。定が2分の1になってます。2分の1になってますので、まあ、1よりか小さいということなので、定が1よりか小さい場合はですね、この進数の大小関係が、これがですね、この向きではなくてこの逆になるというふうな形になるので、定が1より小さいので、この進数を比較すると、2x と x2 乗マイナス 2x プラス3の大小関係が、こちらの方が大きくなります。ですので、この部分ですね、間違えないようにしていただければと思います。はい、あとは、この後は計算ですね、二次不等式の計算になるので、向きを、戻して、x2 乗マイナス 4x プラス3が0よりか大きい。で、こちらに関して、因数分解をして、x マイナス1、x マイナス3となりますので、二次不等式から1と3と出てくるので、1と3。で、0よりか大きいということなので、この部分ですね。ですので、ここで求められるのが、x が1よりか小さい、3よりか大きいというふうな答えが出てきます。で、忘れてはいけないのは、この進数条件ですね。進数条件が x が0よりか大きいという条件があるので、この進数条件を1よりすると、0よりか大きいというのを入れると、こういうふうな形になりますので、0から1と3よりか大きいというところが答えになるので、0から1、3に大きい。これがこの問題の答えとなります。はい、続きまして問題の2ですね。xy 平面上の2直線 3x プラス 4y マイナス20イコール0と 3x プラス 4y プラス50イコール0の間の距離を求めなさいという問題です。これに関しては、直線間の距離ということで、こちらに関しても数2の、方程式ですね。図形と方程式の問題に出ています。それでは解説のを行っていきます。直線間の距離ですね。まあ、2つの直線間の距離というふうな形で出てるんですけれども、平面になってますので、こちらに関しては、まずまあ分析する一つとしては、x プラス 4y、分析する一つとしては、2つの直線をそれぞれですね、y イコールに直して、もらって、まあ、実際にですね、xy 平面に書いてもらうと、イメージがつきやすいかなと思いますね。そうしますと、まず、3x プラス 4y、マイナス20イコール0ですね。こちらに関しては、y イコールに直すと、マイナス4分の 3x、プラス5となります。で、もう一つですね、こちらですね、3x プラス 4y、プラス50イコール0も同じ風に、y イコールに直すと、マイナス4分の 3x マイナス2分の25となります。で、これをですね、xy 平面で、
書いていただくと、切片が5で、傾きがマイナス4分の3なので、まあ、このような形ですかね。はい、でこちらも同じようにですね、切片がマイナス2分の5で、同じ傾きがマイナス4分の3なので、このようなグラフになります。はい、そうしますと、まあ、この直線間ですね、この2直線間の距離を求めなさいという問題で、間違いやすいのはですね、この切片の距離ですね、この距離が、まあ、2直線の距離かなっていうふうに考えちゃう、考えてしまう、それがあるんですけども、そうではなくてですね、あくまで、ここの、2つの、平行な直線の、ここの、ですね、これを聞いている問題となっています。で、まあ、具体的に考えるとすると、例えば、公式として、まあ、思い浮かぶのが、まあ、点と直線の距離ですね。まあ、ある点からその直線までの距離っていう風な形で求められるので、どちらかのですね、直線上の点ですね、点を、まあ、具体的に決めてしまって、まあ、その点とこの直線間の距離っていうのを求めてもらえば、答えは簡単に出てくるかなと思います。そうしますと、3x+4y-20=0 ですね。この、こちらの方の直線上の点。で、具体的にですね、使いやすいのはですね、ここだと思うんですね、切片のところなんですけれども、x が0、y が5っていう点が、まあ、使いやすい点ではあるんですけれども、まあ、今回ですね、文字を、使って考えますと、x 座標を t と置きます。で、y 座標の方はここに t を入れればいいので、-4/3t+5 となります。で、この点と、こちらの直線ですね、この直線との距離を考えればいいので、この点と、3x+4y+50=0 の距離を考えていきます。で、点と直線の距離の公式というものがありまして、こちらの方ですね、書きますと、点が例えば x0、y0 の直線ですね、直線の ax+by+c=0 の距離。点と直線の距離の公式はルートの a の2乗たす b の2乗分の絶対値 ax0+by0+c となります。こちらの公式を使ってですね、ここに当てはめて答えを出しますと b イコール分母の方がここですね、3と4で3の2乗たす4の2乗で、分子の方がここにですね、x と y のところにこの座標を入れて 3t+4^-3t+5+50 となります。こちらの方を計算しますと、分母の方がここですね、で分子の方が 3t-3t+20+50 となりますので、5/70、つまり答えの方が14となります。こちらの方がですね、問いの2の、回答となります。 Today I wanna be the light to lead you where you're gonna be wherever you stay you may feel like being alone but I can be the one you really know now the world is yours